久保哲郎ニュースです。総学会のことばかりね放送してたんですけども、ちょっと小耳に挟んだ情報でね、X があるじゃないですか。 X がアダルト解禁になったというね噂があります。私の人生には全く関係ないんですけども、でもそんな情報もあるんだなと思って、まあそれでね一喜一憂する人もいるのも確かなんですよ。で、かたや創価学会っていうね、これまた私には全く関係のないことなのに、アクセスが取れるから動画を量産したらまんまとね、まあ、10万アクセスぐらいいったというね。何なんでしょうね、まあ、私たちが扱うネタが情報なんで、どっからでもアクセスを取りに行けるっていうのと、あとね、ものすごく大事なこの格安マイク、これが全然話題に上らないっていうのが面白いですね。いや、これね、むちゃくちゃいいんですよ。なんか6,055円、うん、なかなかね、その音声が聞きやすくなったとね、一気に評判になりました。まあ、もともと私ずっとね、お金を使わない放送してたんですけども、まあそうは言ってもちょびっとね、ちょびっとなんかウェブカメラね使ったり、今回みたいにマイク買ってみたりとかするんですけども、数年に1回だけこういう風なね、数千円程度の投資をするというね。これ6,055円でスタンドもついてね、でしかもそのレビューを見たんですよ。まあ買う前に当然レビュー見るじゃないですか。なんかこう高性能マイクね、3万5万10万のマイクと比べて全く同じというね。まあそんなこともあるんだなと思って、まあ試しにポシャってもいいから買ってみたところ、いきなり評判が良かったっていうね、謎ニュースですね。でもほとんどの方にはあんまり関係ないと、なぜならほとんどの方が放送者にならないからなんですよね。そのだから X のニュースもね、X でアダルト攻めしようかなと思ってたら、もしくはアダルトの情報を取ろうと思ってたら、おーすげえみたいになるんですけども、ああそうなったからって言ってね、じゃあ X でなんかね、そのエッチな投稿しようかなとかね、そういうのを見ようかなって、まあ、ないというね。なんかそう考えたらいつの間にかなんか私もね、ずいぶんおとなしくなったなというところでございますね。なんか気がついたらね、なんかそこからだいぶ離れているみたいなところがあるわけですけども、なんかあれですね、こう考えていたら、なんかちょっと変な話題ですけども、その満員電車で痴漢とか出るじゃないですか。痴漢っていうのは大体このおじさんとかがすると思うんですよ。若いナイスガイってしないと思うんですよ。多分40代50代みたいな私みたいな年代のがなんかね、こう痴漢をすると思うんですよ。多分私しないでしょうね、この今のテンションだったら。全くめんどくせえなと思うぐらいでね、なんかふてくされてるかもしれないですね。どうなっちゃったんでしょうかね、もう。はい、まあそんな感じで久保哲郎ニュースが今日もあるわけですけども、あとね、面白いニュースでね、じゃーん、復刻版レモンスカッシュね、買ってみたけど別にうまくないと。もう買った手前飲まないといけないのがね、ちょっとノルマになってきたみたいな感じで、ちょっと苦しいわけなんですけども、別にレモンスカッシュってこれキリンレモンでよくねえかって思うわけですよ。しかもこれ別に飲まなくていいじゃんと思ったんですよ。これ普段飲まないのに、コーヒーかお茶でいいよ。なんでこれ買って、復刻版っていうのがあるから買っちゃったんですけどね。もう、このセールスにやられましたわ。このシールが貼ってあるだけで買ったみたいな。いらないよと思って、冷静に考えたらこれ、レモンスカッシュなんて。何やってんでしょうね。いってらっしゃい。